はい、激辛マニアユッキーでーす。今日は、こちらです。チキンラーメンの、悪魔の木村の激辛マッドミマックス。アズマックス。です。こちらコンビニで、売ってました。いくらだったかな ?400 円ぐらいしたね。結構高いですね。3食入りで、です。で、以前出た悪魔の木村というのがあったんですけど、まあ俺食ったことないんですけど、それの、悪魔の木村が最強の辛さに進化した、あなたはこの辛さに立ち向かえるかということで、まあ辛くなってやってきたって。まあ、悪魔の木村はね、おそらく辛くないだろうと、思い、俺買わなかったんです。で、こちら。麺と、具材と、激辛スープがついていると。で、作り方が、こっちは卵1個です。で、はい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 。はい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 。なるほどね。まずはこの、キムチラーメンの麺。ね、これを、こう乗せる。ここがくぼんでるからね。うん。そう、このくぼみですよ。チキンラーメンといえば。で、ここに、生卵を入れます。よし。こんな感じね。置いて、で、B の具材。まあ、火薬ですね。キムチとニラと、唐辛子が入ってるらしいです。で、こちらを、入れて、で、お湯 400cc を入れて、で、出来上がった3分後ですね。3分後にこれを入れて、混ぜて出来上がり。です。でね、お湯が 400cc っていうのはどれぐらいなのか全然わかんないですよ。こんぐらいかな。で、ラップ。ラップ、ラップ。あ、チキンラーメンのいい香りがしてきた。で、3分。よし。それでは、お待ちください。
はい、出来上がりました。うん。公式サイトに、まあいいや。公式サイトを見てたんですけど、まあいいや。よし。これね、思ったけどね、あのね、3分じゃなくてね、これね、あの2分ぐらいでいいと思う。ああ、多分、うん。結構、キムチ、あの、チキンラーメンってね、あのね、柔らかくなるんだわ。柔らかくなるっていうか、なりすぎるっていうか、ね。うん。はい、で、こちら入れます。やっぱラーメンって割と、まあ柔らかいの好きな人もいるんだけど、まあ、そこはあれだよな。まあ人の好みと言われればそれなんだ。それで終わりなんだ。ラー油ですね、これね。混ぜます。それでは、いただきまーす。うん。あ、関係ないですけど。ビカラだな、これな。あの、俺のチャンネルに、登録者の人見たんですよ。で、なんか、並べ替えできるんだよね。その、入ってきた、その、あの人の、その、チャンネル。この人のチャンネルの、まあ、でかさ。まあ、人数ですね。それを並べ替えで、あの、一番高い人がどれくらいいるのかっていうのを見たんですけど、エゾ銀狼さんがいましたね。エゾ銀狼さん。で、マリルイさんっていうのいるんだけど、この人、あの、わかんない、知らないです。このエゾ銀狼さんっていうのがですね、まあ激辛マニアなんですよ。この人ザソースをですね、あの5滴カレーに入れて食ってるという、あの超激辛マニア。俺なんて、だから、ザ・ソースっていうのがですね、まあ、いわゆるデスソースの種類なんですけど、あれが、あの、一応液体の中で最高の辛さという。と言われてまして。いわゆるソースの中、デスソース。で、ソースの中で、一番辛いのが、あの、ザ・ソースっていうやつなんです。これ値段がね、1万円ぐらいするんですよ。1万以上するんだったかな。で、おまけにね、いわゆる誓約書書かされるんですよね。あなたはこれ、あの、食って、これ飲んでね、あなたが心臓発作を起こして死んでも、あの、私責任負いませんよっていうのを、あの、実筆で、あの、書いて印鑑をして、母印ですかね。やるんですよ。で、それを5滴タレ、あの、カレーに入れて食ってるという。とんでもない人です。あと最近知ったんですが、あの、ゲームで有名な高橋名人
あの人がですね、なんと激辛マニアだった。あの、はるかに俺を超越するレベルの。あの、全く、あの、辛いんだけど、あの、うまいって、あの、今まで食えたもの以外、あの、ないって。あの、辛いもので、あの、食えなかった試しがないって。なんか、あの、記事でありました。あのね、最近ね、丸亀製麺でなんか、あの、激辛の、超激辛みたいな、のが、あの、出たらしいんです。これ前も出たけどな。うま辛マックス担々うどんっていうやつ。有効期限が4月の26日から7月の15日。これ前もね、これあったんですよ。でね、俺はあの、食わなかったんですけど、これで確か最大200倍まで、あの、辛さ、選べて、で、あの、高橋名人がですね、あの、200から食べて、あの、辛いけど美味しいっつって食ってたらしいです。うん、で、これは、この200からに挑戦するには、このインターネットのサイトで、あの、利用規約に、あの、同意しないと、あの、チケットが発券されないという。うん。ということです。で、ちなみに値段が、波が1650円。で、大盛りが1750円。特盛りが1850円。となってます。で、俺は1650円も、あの、うどんに、あの、使いたくなかったんで、俺はやめたんですよ。うん。うん。まあ、でも、まあ、ちょっと、挑戦したいっていうのもあるんですよね。どうしようかな。まさか。高橋名人がそこまであの辛さの、あの、体勢があったとは知らなかったですね。うん。これ今度あれ。これ行ってこようかな。あ、これ100からですね、多分ね。200からじゃない、100から。100からまで選べて、で、あの、追加、あの、100からだと1000円なんですよ。うん。で、50からだと500円。で、20からだと200円。10からで100円。1から5からで30円。うん。行ってこようかな。ただ、怖いといえば怖いんですよ。以前、どこだったっけ？ラーメン屋ね。行って、あの、あまりの辛さに、
なんか麺だけは食ったんですけど、スープ全部飲めなかったんです。うん。で、やっぱスープ全部飲まないと、完食したことにならないじゃないですか。だから、これ結構喉に来るな、これ。結構喉に来る。でも結構割りかし、やっぱ辛いかな。うん。喉にくる。これ喉にくるな。でも思ったより辛かったです。結構喉にラー油が。まあでも そこまで辛いっていうわけではない。やっぱね、チキンラーメンのね、味がね、鶏ガラスープがね、このね、辛さと、マッチしてる。あ、この鶏ガラ。この鶏ガラよ。懐かしいな、このチキンラーメンも。うん。うん。美味しい。だから、シャッカラ頼んで、ね、まあ、どれほどなのかっていう問題ですよね。結局。まあ多分大丈夫だと思うけど、とりあえず蒙古タンメンの中本の北極ぐらいだったらなんとかいけるんですよ。でも北極の何倍とかになると多分俺、ギブすると思うんですよ。まあ一応北極の10辛とか頼んだことないんで、2倍とかさ、通常の北極レベルだったらなんとか食えるんですけど。でもあれでもギリギリだったな。うん、スープまで全部飲めたけど、あれ割かしギリギリだった。自分の中の限界値的な。うん。で、なんつったっけな、そこな。無限だっけ？無限。なんとかかんとかラーメンの無限。あれはもう、ギブ。もうギブとか以前にそもそもまずいんですよ、あれ。うん。味としてそもそも美味しくない。ただ単純に辛いだけみたいな感じ。
で、最後に10本ぐらいのあの唐辛子、乾燥唐辛子が、を食べたんですけど、ものすごくまずくて。あの、いわゆる、刺身でついてくる、あの、大根の、あの、なんだっけ。つまみたいなもんで。あれ多分観賞用なんだろうな、的な。うん。まあ、食う、あの、つまはもったいないから食うんだけどね、これは。基本的に食わないのはあれですよ、菊ですね。あれずっと俺タンポポだと思ってたんですけど。花、花、黄色い花。刺身でついてくる黄色い花。あれ、あの、食用菊らしくて、あれ食べられるらしいんですよ。ただ、緑色のその部分が、根元の部分は食べられないんだけど、葉っぱは食べられるんですよ。うん。だがしかし、ほとんど食ってる人はほぼほぼいないですよね。100人に1人ぐらいらしいです。水曜日のダウンタウンでね、検証してたんですけど、100人に1人ぐらいらしいですね。食ってる人がね。で、本来食う、その食用菊を販売している、その、生産している会社が、おすすめするのが、その刺身の、醤油のところにその、花びらをプチプチ、もいで、こう、パラパラってやって、で、花びらこう、浮かせた状態にして、その状態でこう、刺身をこう、くぐらせて食べる。そうすると、ほのかに、その、菊の、香りとかが楽しめて、美味しいって言ってました。ずっと俺、あれ、タンポポだと思ってたからな。あれ、菊なんかって。ね、ということで、こちら、悪魔の木村。まあ、そこそこ辛かったは、辛かったんですけど。まあ、50ぐらいですかね。50。ご視聴ありがとうございました。